宇宙開発記念日の10月4日火曜日朝6時20分の日本海は風はほとんどありませんと言おうとしたら、オフショアがかすかなオフショアが背後から吹き始めました。海にはいい感じのうねりは入りますが、ブレイクせずに川に吸収されていきますね。こちらもほぼ無風、かすかなオフショアで筋のようなうねりさえほぼ見えず、ラットですね。気温は21度ぐらいです。風はかすかな、オフショア海にはいい感じのうねりは入ってきますね。今日終日どうですかね。